皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。お待たせしました。サイクロスケルトン使ってみた、やっていきたいと思います。で、先に言っておきます、おそらく今回の動画は負けまくります。理由がですね、まず今回初期キャラグランプリをやったにもかかわらず、ハンデキャップやったにもかかわらず、ディケイドを使うこと、そしてサイクロスケルトンを裏で使うだけでなく、このサイクロスケルトンですね、なんと今回気分を装着してません。気分を装着した方が強いらしいんですよ。どっちかが強くなってどっちかが弱くなるみたいな感じではあるんだけど、それだとしても気分を装着して尖らした方が強いっていうのが運営の見解なんですね。で、実際にサイクロスケルトンを金印攻撃2回だけやりました。はい。結果、気分つけてないサイクロスケルトンすごく弱く見えました。実際どうかわかりません。やっていきましょう。なので、もしスケルトンサイクロブス揃ってなくて、サイクロスケルトンの性能を上げられてない厳選の方が使うとするとかなり弱いキャラの可能性がある。だから気分の性能によってマジで変わると思ってるんで、ちょっと見なきゃ分かんないなっていうのが現状のあれです。はい、ひとまず倒す。リムルか、カンガルーもう一いきます。はい、裏技いって、相手キメラなんですよね、これ今回。これがだるいな、これがかなりだるい。どうしよう。困ったな、これ。いらんかった、これ。まあいいか。倒せりゃいいわ。さあ、問題始まったな。さあ、森は作った。俺、カンガルー一体切れてないし、切ってしまった。最悪すぎる。待て、これやば。最悪、やった。それ、ついてたわ。まあ、一応サイクロスケルトンも射程勝ってると思うんで、ここに任せましょうか。はい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 。どこまでやれるかって感じですけどね、これね、本体がやられちゃうと、もっと終わりだと思うんですけど。さあ、どこまでやれますか。ビームは打った。でも、頭やられちゃった。これ、頭やられるとね、マジとんでもなく弱くなるんですよ。心配なほど。お、頭復活したぞ。復活すんのこれ。頭復活すんだ。おい、復活しないと思ってた。ディケイドの爆発入れて、ダメージ入れて、ディケイド、スパスパン、トン。倒してくれてはいるが、取ったが、どうだ？あるか？ワンチャン？どっか入んねえかな？無理か。うん、惜しい。はい。あれ？頭復活した？俺復活しないと思ってた。やられたら。頭壊されたもんね。ありがとうございました。一定時間経過するか、骨からビーム打った後に頭外れるじゃないですか。で、あの後に一定時間経過するか、頭の HP がゼロになると肩に戻るらしいんですけど、俺さっき金印攻撃でやった時ね、頭倒されたんですよ、一騎打ちで。そしたら、戻ってこなかったんですよね、頭。何なんだ？バグってんのか？バグってるだけかもしんないけど。バグってる説はあるな。これでいこうか。サイクロスケルトンね。まあ、気分なしの状態にしてるから、厳選の方が使うのと、まあ、同じような性能になるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、今後またね、気分ありの状態も動画撮りたいと思ってます。今回はね、サブで使ってますけど、リーダーでも撮ってみたいですよね。さあ、まず、いいね。こっからだな。ここでカエル蹴ると、取りで削るんですよ、これで。で、ワイラー。まあいいよ、全然。それは全然ありがたい。むしろありがたいまである。取ったけど、おいしい！おいしすぎ！いいぞ。ワン、パン？ワンパンかな？ワンパンじゃない。じゃあ止めよう。はい。倒して、裏剣も出して、扱強化。上シャークかな？
ドン。シャークだね。ディケイドも行こうか。ブルードも行く。ディケイドリーダーなんで、またスキルですよね。そうだよね。だ、削って、ドン。いいよ。いいね、いいね。かなり苦しそう。さあ、これサイクロスケルトンで行けるのかどうか不明だが、行ってみよう。骨からビーム？ビーム。おお、倒したぞ。かなり体力ないけど。やられちゃった。復活できない。うん。これ、相手カエルめっちゃきつそうなんで、カエル出します。さあ、大型来た。これで大砲であれ落とすじゃん。大砲であれで落として帰るだね。飛べば飛ばないね。飛べばね、ワイヤーやれたんだけどね。あ、でも落ちたわ。はい、ありがとうございました。さあ、相手からもサイクロスケルトン来ましたよ。で、おそらく相手は気分使ってるでしょう。気分使ってない人でのサイクロスケルトンはすごい中途半端っていう印象が強い。まあ、頑張りましょう。射程もね、別にね、長くない。サイクロプスと同じかな。どうしようかな。シャッフル悩むんだよな。その、復活するとき、あ、ゴレガが有利らしい、そういえば。サイクロスケルトもそういえば相性の話しなかったっすね。相性がね、結構面白くて、ゴレガ、ゴレ、大天狗に弱い。あと一応、まあ、大型なんでね。大型刺激なんで、まあ、レドラ、あとナースね。に弱くて、他の大型のほとんどに、一応ね、ひだめ弦ついてます。はい、全部じゃないのかな、ちょっとそこしっかり分かんない。すごい数いた、ひらめげん持ってるキャラ。ここもうと、あー遅かった、もったいないね。まだここ出して、あ、待て待て待て、もう暴発してる、最悪。この暴発マジもったいないねな、コストがすごいもったいない。イケイドの爆発ドン、いいよ。あ、それいいんじゃない、全然悪くないよ、その流れは。あ、いいじゃん、いいじゃん。これでクレフラ行こうかな。これでクレフラ行って、シンナ見てもらおう。クレフラで。削られちゃうのはしょうがないとして、できれば食ってほしいんだけど。食えるかな？食えないか。こっちだけ見ようか。で、ここでイケードだね。痛いけど我慢。うん、ちょっと我慢だね。ここネズミだね。で、窓ごと見てほしい。これね、ガチきついんだよね、この状況。爆発入れて倒すでしょ。サイクロスケルトンはカモだよ。カモのはずだよ。相性いいはずだよ。お、相手もレベルまだ低い状態。ゴレガさん金髪なんだか、金髪なんだか、ゴレガさん。でもボコボコできるね、やっぱ。わお、ボコボコにできることは分かったわ。で、迎撃状態らしいから、バットで掴んで、これ最強つけてみよう。何が起こってるか分かんねえわ。いや、バットで掴んだのかな。後ろは大丈夫でしょ、クレフラで。どっか入んねえかな。まあ入るね。いや、なんかサイクロスケルトンがどうこうって感じではないわ。あと相手光ってた？相手気分持ったかな？それも分かんない。何も分かんなかった。ありがとうございました。ちなみにですね、サイクロプスとスケルトンの育成具合によってサイクロスケルトンが強くなるって話があったじゃないですか。これの変化って、気分の、サイクロプスの気分とかスケルトンの気分、あれのレベルだけなんですよ。なので、スキルレベルとか、ググカーヘアツ数に応じて、自動で勝手に上昇してますよっていうのが、今回のあれらしいです。で、実際にどれぐらいかでどれぐらい変わるかは分かりません。で、気分のレベルのマックスは5らしいです。お、あ、ついてる。
剣士ミスってるね。くれるんや。さあ魔法も良いからね、大丈夫大丈夫、後ろも大丈夫、魔法だからね。うわ、魔法に全部弱いじゃん、アイテムキャラ、ラッキー。ここサイクロスケルトン行くか。これでさ、ビーム出してもらって、あのビビ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 っていっぱい出してもらって頑張ってもらうってどう？勝てないかな。お、出た、バラバラ呼び返り。噂をすればバラバラ呼び返り。この最中無敵なんだ。で復活すんじゃね。おおおお、これは復活はするよね。うわー、なるほど、あら復活した。でもね、なんかステータスが著しく下がってるらしいです、これ復活しても。ただ骨からビーム、ビビ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 ビって、そう、マックスではできない。で、そして、なんか、スケルトンの気分にしてるときは、もう一回復活できるらしいんですよ。実は。ただ、あ、スケルトンじゃない、そう、スケルトンだね。スケルトンの気分にしてると、もう一回復活できることもあるらしいんですけど、サイクロンの気分のときは絶対できないらしいです。もう一回は。何逮捕だ？諦めか？謎の逮捕来ましたね。さあ上に寄せてね、魔法で処理しましょう。すごいですよね、時間の無駄よって名前で城でやってるのはもろいよね。うん、落ちねえし点数なっちゃった。ありがとうございました。最善走ってくるんだよくわかんないね。はい、それではラストいきましょうか。ちなみにですね、まあサイクロプスの気分、スケルトンの気分によって能力の上がり方が違うんですよ。しかもあのスキルの、気分による恩恵のっていうのが蘇る回数とかも変わるんですよ。ただね、それに関してはね、あのその気分を使った時にまたね解説したいと思います。今回はね気分なしでやってます。マイマイ虹は強いんだよな。これでいこうかな。当てるか分かんないけど。ああ、一応書いてありますね。サイクロプスの気分、スケルトンの気分の、武具をどれぐらい作ってるかによってこうだよっていう、なんか情報一応ありましたね。相性表とか、トピックスも書いてあるのかな？ちょっと分かんないけど、見たらあると思います。欲しいね。これ取れんのでかいけど、やったぜ。あ、そんな感じか。これいっちゃおう。あー、それまずいかも。それ破壊されそう。サイクルスケルトン骨からビームは撃つけど、どうなんだろうね。これどうなるか分かんないんだよな。全然復活はしたな。これ後ろがやべえ。死んでないこいつ。これ倒してると思ったわ。ずれてる、危なっ。サイクロスケルトンはなんか知らんけど頑張ってるにも見えなくもない。これ俺今回ワイドめっちゃ重いな。ガオもやれないんだよな。きついね。まあライン下げ安定かな、無難に。後ろちょっとバフメットに頑張ってもらってライン下げてなんとかなんないかなっていうのが正直なところだね。なんとかなればいいけど、なるかも不明。そうだよね、狩られるよねここ。さあまあ、マイマイがだいぶ頑張ってくれてる。マイマイ強いね。
さあ、マイマイがどこまで頑張れるか。これ、ね、一応ね、裏技でね、スキル打たなかったらやれるんだよね、多分。あ、やれねえわ。惜しい。さあ止めれるか、厳しいか。あー間に合わず、残念。ありがとうございました。サイクロスケルトンをどこまで信用していいかが分からない全然分かんないけど、あでもディケイドも出したからな、そこあのビットガじゃないメタがやったとこ、どういう風になってたかが見てらんなかったわ。どうなったんだろうね、まあ、ワイラも出されたからしゃあないんだけどさ、どれぐらい頑張ってたんだろう実際、気分なしで。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。サイクロスケルトンでございました。いかがでしたでしょうか。気分セットなしですね。こちらなしの状態でこんな感じです。まあ、気分つけてるとね、オーラがつくんでね、どうなってるかっていうのが分かるんですよ。あ、これこっちの気分のやつだな、復活何回するんだなとか、火力高いんだなとかが分かるんで、それを見てね判断して処理の仕方を変えるのが多分適正だと思うんですけど、多分ね慣れるまではすごい大変だと思う、処理する側がね。で、書いてある通りスケルトンの気分になると、蘇りの強化がされると。で、サイクロの気分になると、ビームの火力が上がる。その代わり、蘇り系が弱くなるのかな。はい。まあ、なかなかね、難しいよね。情報量が多い。意外と使ってみたらシンプルかもしれないけど、情報量が多いから、それぞれの気分で立ち回り変わるのかどうかも分かんないし、なんかこっちの気分一択だよみたいな、こっちの気分弱いよっていう可能性もあるし、それがちょっとまだ分からないんですけど、ただ運営学、気分なしじゃなくて、どっちかの気分で運用した方が絶対に強いっていうふうに言い張ったんで、ちょっとね、次はね、気分つけてやってみたいと思います。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。